クーチチング郡はアメリカ合衆国メネソタ州の北部に位置する郡である。面積では州内第2位である。2010年国勢調査での人口は13,311人であり、2000年の14,355人から7.3%減少した。郡庁所在地はインターナショナルフォールズ市であり、同郡で人口最大の都市でもある。 ボイスフォートインディアン居留地の一部が軍域に入っている。ボエジャーズ国立公園の小部分が軍北東隅に伸びてきている。約1万年前、空地チ,チング軍の90%はアガシー湖に覆われていた。湖水が交代すると植生の少ない湿地が残った。その結果、軍北部の4分の3には深さ2フィートないし50フィートの冷淡が埋まっている。 クーチチング軍となった地域には1900年代初期に開拓者が入ってきた。1906年にイタスカ軍から分離して設立されたのでミネソタ州では新しい方の軍である。クーチチングという軍名はオジブン英語のゴージジングもしくはクリー語のコシュシュックから来ており、どちらも入リ江の場所を意味しており、隣接するレーニー湖とレーニー川を指している。 J.A. ジルフィランボック氏は、その意味について、あるものによれば、隣接する湖、他のものによれば、どこかの湖と記しており、おそらく、オンタリオ州南部にある、クーチチング湖を指している。初期のヨーロッパ系住民は、レーニーガーの滝で霧のような雨が降っていたので、近くの水域を、ラックアラプリュイとリビターアラプリュイと名付けた。その地は、インターナショナルホールズと呼ばれる。 開拓地になった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は3154.32平方マイルであり、このうち陸地3102.36平方マイル、水域は51.96平方マイルで、水域率は1.65%である。主要河川としては、ビッグフォーク川、リトルフォーク川、ラットルート川、ブラック川、ラピッド川がある。 軍内最高地点は、農村ム地域の標高1426フィートの地点であり、ニー湖の標高より325フィート高い。土地は大半が平坦であり、アガシー湖の底だった地域が湿地になっている。植物が変化したデータンのある低地もある。先カンブリア時代の岩石が露出したところもある。緑色岩やその変岩を含む地盤は、 地球最古のものだと言われている。軍の北東端は、ボエジャーズ国立公園とブラックベイである。フランツジブヌ州立公園は、インターナショナルフォールズとボーデット市の間の、レーニー川沿いにある。ボエジャーズ国立公園、クーチチング群には20の湖がある。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 空地チング群には組織化された政府のある軍区はない。公有地測量システムで定義された測量軍区は存在するが、どれも組織がない。6都市の政府が創設され、それ以外の区域は未編入領域である。アニメーションのロッキーブルーウィンクルに出てくるフロストバイトホールズの街は空地チング群にあるという設定である。 この名前はインターナショナルフォールズに敬意を表した命名とみなされている。ありがとうございます。